クソガキがよ、アンチしてきた。クソ一緒にいないとおかしいって言ってんの。はい、ということでね、本日ドライフラワーのレコーディング日でございます。来年のサブちゃんです。やっぱ新鮮さがね、欲しいかなと思って、一切練習してません。これでやっぱ新鮮な気持ち歌えるな。いや、もうね、スタジオのね、カラオケでめちゃくちゃ歌ってますあれめっちゃ歌ってた。違います、あれは違います。あれは歌詞を覚えるためであって一切歌ってません。やべえ、練習しなきゃって言って本家の息継ぎまで練習してた。だから今日は完璧です。お前、俺の真面目なとこ出すんじゃねえよ好感度が上がっちまうだろ、ワッと下げてハードル上がってるからじゃあもう大丈夫だ。今日レコーディング4時間撮ってますけど、4時間撮ってますか。バンビ君ならね、多分2時間で終わる。ギュギュッ、すごい、すごい、いろんな CD があって、うん、もあるの？あ、めっちゃいる。ほんとだ。いろんな人います、有名人が。はい、ということでね、こちらが今レコーディングブースなんですけども、ガチですね。ガチのですね。これすげえ高そうじゃない？これすっげえ金ピカの。マイクですか、これは？これマイク。いや、これ違うな、これ。これよく見たらこれ電話だな、これこれ流せないです。マジで、これ電話だな、これ。あ、マジですか？動くんですか？ブルブル。まあ、とりあえずね、やっていきたいと思います。いやー、お疲れ様です。レコーディングやっと終わりました。なんとか歌い切りました。歌には集中せず、 PV のゆんちゃんに集中してください。よかったよ、お楽しみに。それでは、数日後に PV 撮影があるということで、ね、そちらに行きたいと思います。PV は何の略？プロモーションビデオ。はい、ということでユンさん、はい、万有史上初の、ちょっと大型 PV 撮影ですけども。そうなんですよ、ランデブー以来ですよね。まあ、ランデブーはいわゆる、まあ、ソニーさんがね、全面的に撮ってくれましたけども、そうそうそう、今回は、まあ、YouTube 企画ということで、どうですか、緊張してますか？今日はですね、朝から目覚めた瞬間から女優の気分で来ましたよ。今日は主演女優賞取るぞって、自分の中で。なるほど、はい。今日ププはどうしてるんですか？今日ププは妹に預けています。今日どちらかというとユンちゃんよりもププを待ってたんですけども。え？ププさんがいないということなら、ちょっとカメラ出していただきたいんですけど、はい、いや、ププの生まれ変わりですけど。ププいるのに。ギュガー。こちらがドライフラワーの裏側です。ユンちゃんがね、一人で彼女感を撮ってる隣でパリピたちが騒いでいます。彼氏館で撮ってるんですけども、彼氏の正体は僕ではありません。なんか拾ったんだけど、マジ終わった。どうでした？途中でなんか漂流物拾ってましたけど。拾ってました。なんかやっぱそういうのあった方がいいかなって。なるほどね。もっとなんかおしゃれなの拾ってくんない？貝とかさ、なんかゴミみたいなの拾わないで。キャップみたいなの拾ったんですけど。あなた、一回拾ったゴミまた海に返さないよ、ちょっと。拾いなさい。減ったぞー。ワンカップの蓋じゃねえか、それお前。何の蓋だろう。ワンカップで。マヨネーズじゃない？フェシマオシマ。このふざけたシーンを真面目に撮ってる人。ということでね、ツーショット今度は撮っていきたいと思います。俳優デビューです、これで。俺もバービー君演技できる？いや、俺演技派だからね初めて聞いた。ちょっと見て、あそこなんか光るし。やめてよ、やめてよ。あるわけないだろ、こんなところに会員なんて。おお、やめろよお前お前やめろよ完璧です。バービー君が大根役者ということが分かりましたいや、こっちはスカットジャパンで鍛えてんのよ、演技を。バカ野郎とか言って。スカットジャパンで皆さん分かりますか、スカットジャパン。スカットジャパンで2回出てるんですよ。はい、分かりますか、プロ、はい、スカットジャパンの監督に、はい、ちょっと大げさかな、バンビ君って言われてたはい、ということで、ワンシーン目、海での撮影を終えました。いや、非常にいいのが撮れたんじゃないですかね。うん、こうデートしてるカップルいそうだなって思った。こんな真冬に来ますかね、海。
来るでしょ、はい、来るよ。まあでもあの真冬なんですけど、あの僕らはちょっとやっぱ秋をイメージしてね服を選びました。そうですね、はい、秋冬系。昨日買いに行ったってこと？昨日買いに行きました。昨日1時間で10個で分買いましたね。10個で、はい、ルミネで爆買いしました。爆買いしました。そしたらね、盗撮されてね、バビ君がテンション下がるっていう。盗撮で動画回しながらずっとついてくる子がいて、盗撮あるあるこうなんで、盗撮あるある携帯こう、盗撮そう、よくある。そういう時なんか言うんですか？いやだからこれ言えないんすよね。こう 裏が撮っての見えたら注意できるんですけど、盗撮はダメだぞ。こっちの神経がすり減るから、特に俺はあの繊細だから。私あのステーキ行きたいところなんですけど、ちょっと服装に合わないかなと思って映えじゃないなと思ってパスタにします。まあ2現場目ということで、まあちょっと、まあ、小腹も、好き蹴りなんで、僕はここであえてピザとハンバーガーピザ夜頼む、はい、夜ですよね。ピザ夜ですこの2つだけは頼むなっていうのをあえて頼んでいきましょう。問題児ですね。食べようとしたらちょうだいみたいな。ちょうだい。あ、カメラ見てください。あ、いいですね、いいですね、いいですね。クレープゲットしたよ。はい、今から食べるシーンを撮ります。やっぱデートっぽくないですか？クレープ普段食べます？食べないです。デートだから。レープを食べ歩きします。今日はデートなんで。ベタ歩きします。レークレープを。分かりづらい。現在の演技どうですか？はい、いやちょっとやっぱ僕から言わせてもらうとちょっとまだ芋感がありますね。はい、僕はスカットジャパン2回出てるんで。はい、ちょっと。どうでした？恥ずかしいです。いやちょっと臭かったですね。恥ずかしいです。だいぶ臭い演技でした。ということで、ゲーセン撮影するんでね、せっかくならゲームしようということで太鼓の達人やります。イエイ。鬼モード。鬼、俺が奢ってる風にするわ。なんだよ。私のお金だよ。ありました。今じゃん。ハウススタジオですか？ハウススタジオです。この家良すぎてこのまま住みたい。家賃いくら？言いますよ。床が大理石の家に住んでるくせに。いや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 、やっぱこういう木のぬくもりを感じたくなる時もある。大理石冷たいですから。よく言いますよ。大理石の上に床暖房ついてるくせに。大理石に床暖房。大理石に床暖房。もうポカポカですよ。お願いします。ね、ピザ届いた。お、来たか、ピザ。じゃじゃん。ピッツァ。ピッツァ、届いたよ。あ、ピッツァをピザってやつ許せねえんだよな。来ないだよ。ということで、今からあの喧嘩のシーンですね。カップルあるあると言いますか、さりげないことからの喧嘩シーン、そちらのシーンを撮っていきたいと思います。じゃあ喧嘩していきたいと思います。はい、喧嘩するぞ。僕はパズドラやるんで。そう、パズドラ中毒の男の子、彼氏、はい、で、かまってちゃんの彼女役です。 OK です。はい、何してんの？いや、今新しいモンスター出たんだよ。ねえ、最後にテレビ見ようよ。いや、もうテレビもう見たもん、今ゴッドフェス、ゴッドフェスやって。ほら、いい、今からもう、なんで、ゴッドフェスだって。ゴッドフェスやってんだよ今。わかんない。笑うなよ。すごいのよゴッドフェス。ずっとゴッドフェスしてんのよ。パズドラ課金中はこんなもんよ。もう一回やろう。はい。
スト。だからネタ振り。おいいって今ちょっと待って待って今。今から一番いいとこなんだよ。いいよ、これはいいよ。やめろってな。ジューシー祭だろうが今。いらない。今ジューシー祭なんだよ。なんで。月末しかやんねえんだぞ。やんで、うわうわ。ジューシー祭は月末しかやらねえんだよ。分かってんのか、お前。この貴重さが分かるんか。分かんないよ。いつまで経っても。じゃあ邪魔するなよ。もういいって。ジューシー祭で邪魔する。そんなのよりネットフリックス。激ジューシー祭はいいけどな。超重心剤を邪魔すんの。わかんないよ。バカが。ダメ。バカタレメ。いつまでやるの。笑うなって。いつまでやるの。セリフは何でもいいけど顔は作ってだけダメだって。これは本ちゃんですか。これは本ちゃんで。本ちゃん。ダメですよ笑っちゃう。ダメだよ笑っちゃう。先に笑っててください。いいだろ。まずやめて。喧嘩します。はい、じゃあ回します。本番でーす。はい。またクソガキがよ、アンチしてきた。ん？荒野行動。笑かしいじゃん。笑かしてねえ。やめよ。やめよ、そのトークやめよ。ね、だから、かまってって。もう今、パズドラやってんだろ。一緒にテレビ見たいの。今ジューシー祭ゴッドフェスやってんだろ。ジューシー祭もいい。ゴッドフェスは良くないだろ。ジューシー祭は良くても今しかないよテレビは。だからテレビを今録画しとけばいいやん。そんなんやめろってやめろって。マジで何やる。これはバービーが悪い。やめろってやめろってって、もう決めろって俺連想させてるじゃん。じゃあ、はい、ちゃんと女優モード入って。ぬだから、なんで、かまってってば。おい、やめろって、今なんで今、重心祭やろうが。今はだって、もうテレビ見たいんじゃ、一緒に。課金するためにこっちは働いてんだって。もういいって、課金は。やめろって。私のクレジットカードばっか使わないで。変わんなよ。あ、ゆんちゃんいい加減にして笑わないで。それは結構自爆っすね。まあ行きましょう、本番で。はい、はい、ドライクショット。何してんの。パズドラ。またパズドラ。パズドラ。違う私は悪くないじゃん。マジかで何言ってんの。笑かしてくんの。今違う違う、ストライクショットって言ったのに俺パズドラってきたから間違えたのに。ゴーストやろ。何してんの。パズドラ。またパズドラ。うん、最近パズドラばっかじゃん。なるほど、いいじゃん別に俺が休みの時ないしょ。ちょっと待って待って、今ゴッドフェスでしょうが。今なんでゴッドフェスなんていいよ。ゴッドフェスはよくねえだろ。なんでゴッドフェスやるために働いてんだよ。今テレビ一緒に見たいって言ってんの。いいってもいいよーよ。ゴッドフェスだちょうだ。ゴッドフェスだちょうが。なにパズドラ。パズドラ、うん、またパズドラやってんの。パズドラぐらいやらせろよ俺の。パズドラばっかじゃん最近。あーちょっと待って、今ゴッドフェスやるって。パズドラ見たい。パズドラ見たい。映画行こう。映画行かないよ。なんで。映画は行かないよ。ゲームばっかじゃん。このご時世に映画行かないだろ。なんでやめろって。なんでだ。なんでだよ。言わなかったやん。やめろってはやめろって。パズドラ。またパズドラ。いいじゃん俺の休みの日何しよう。だって最近かまってくれないじゃん。お待って待って、今ゴッドフェスしてんじゃん。一緒に見てる。カンドラ見ようよ。カンドラバカじゃん。なんでゲームぐらいやらせよ好きな時に。やだやだじゃないんだって。もうだからやめろって。もうはもうなんでゴッドフェスに行くんだって。
大丈夫です。大丈夫ですか？ゴッドベースさせろよ。だから一緒に遊びたいんだって。だから俺はゴッドベースがしたいんだって。なんで？ゴッドベースさせろよ。俺はゴッドベースのために働いてんだって。やだ。肩はトイレの水も流さないじゃん。うるせえな。俺は早く帰ってアニメ見てんだ。なんで？だから一緒にもう住むって言ったんだから。だから俺は帰ってアニメ見たいんだよ。一生一緒にいないとおかしいって言ってんの。この撮影もう投げくれ。オッケーオッケー。じゃあ次足元行きます。オッケーだよ。オッケーだよ。以上で撮影終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。フランクアップです。終わった。いやーやばいやばい。やー、いろんなシーン撮りましたね。めちゃくちゃね、こだわったよね。7時起きで、今夜の10時15時間撮影してました。はい、15時間、ね、15時間撮影しました。これはね、いいPV になると思います。はい、めちゃくちゃエモい映像になってると思います。はい、あの人あの人の編集から。やばいやばい。あの金コピューとかお疲れ様でした。ありがとうございます。2万円のドライフラワー、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というね、ぜひ本編、たくさんの人に愛される作品になるといいなと思っております。ぜひ劇場でご覧ください。ありがとうございました。マリオ劇場。